ナミさん、こんばんは。お疲れ様でございます。いつもね、動画の方を送っていただきましてありがとうございます。おかげさまで私の速稼塾専用のですね、動画配信の毎日のメールマガジンもかなり充実しております。お疲れ様でございます。で、今日はですね、ずっと渋っていたんですけども、ずっと限定公開でしか私に動画を送ってくださらなかった方が、一般公開をね、これからもたまにしてくださるということなんで、このね、熟成の動画というところに掲載する数がちょっと今回は多いです。まあでもね、継続してやってくれるかどうかは分かりませんので、やっぱりね、ナミさんの動画が頼りですね。というようにね、やっぱりその動画の、毎日更新って多くの方にとってみたらちょっとしたハードルなんですよね。まあ、ですので、ナミさんみたいにコンスタントに出してくださる方っていうのは YouTube 界では貴重なんじゃないかなと思います。で、私は吉谷さんっていうのはね、なんか動画をいっぱい上げればいいやと思ってるような感じで、もう一辺倒一本気なわけですけども、まあ、これはこれでね、なんかその好きなんでしょうね、きっとね。ビジネスなんとか関わらず、動画を撮影してアップロード、動画を撮影してアップロード、もはやね、生きることは前提としては動画にするってことになってますんで、買い物してきたらね、買い物の動画を上げたりとかね、なんかね、今回吉谷さんが R34 を売りますよみたいな動画を作ってるんですけども、これまたね、巨大なインパクトがありますよね。今 R34 ってスカイラインね、出物がほとんどなくって、まあ、あったにしても高くってずっと売れ残ってるみたいな状況なんですよ。でもこの2000万とも3000万とも言われてるこの R34 中古車なんですけども、こちらを買おうとする方っていうのは完全に余剰資金がジャブジャブ余っていて、コレクションの一つとして買う方が大半ですから、結構ね、お金的な得されはないんじゃないかなと思うんですよ。でもこれを分割ローンで買いますみたいな人は結構ね、値切りとかが入ってきたりとか値踏みとかされて、いやー、お互いに嫌な気持ちになるんじゃないかなと思いますね。基本的に今回吉谷さんは一括での販売だと思いますんで、まあ2000万3000万がね、余っていて、それを一時的にポンと全部払っても生活に傷がつかない方ってことになっちゃうと思いますんで、またこれを持ってね、大金持ちとの縁が吉谷さんできるんじゃないかなと思って、やってくれるなと思うばかりでございます。まあ、ナミさんからのプレゼントも届くということなんで、鬼に金棒じゃないですか。で、私もね、こっそりとプレゼントは送らせてもらいました。はい、ということで、吉谷さんの誕生日おめでとう記念、そして、まあ、いろんな方の誕生日ありますからね。以前はね、私のお誕生日にも、ナミさんにも、いろいろとご配慮いただきましてありがとうございました。その節は、Cのキャスアルがお邪魔しました。羨ましいな、Cのキャスアル、ナミさんに会えるなんて。はい、じゃあ今日は以上ですね。はい、お疲れ様でした。